本校では、エストニアの食文化について解説する。バルト沿岸諸国として、ドイツ料理の影響を強く受けているが、後の支配者であるスウェーデン料理の影響も強く、長くスウェーデンの支配下にあった、同じフィンゴルゴ派の隣国フィンランドと似通った、食文化を共有している。フィンランド料理との相違点としては、ドイツの影響を受けて、 ビールを使った料理が好まれる点であり、料理の思考にとどまらず、フィンランド人に比べて、エストニア人は、酒好きと考えられている。他のバルト沿岸諸国との違いは、魚類を好んで料理に使う点であり、特にイワシは主要な食材の一つである。煮込む料理が多く、牛乳とジャガイモは欠かせない。主な穀物は、ライ麦、大麦、小麦、そばなどである。 リブというライ麦のパンが主流だが、クリングルというレーズンやナッツの入ったドイツ風のパンもある。エストニア人は非常にパンを尊敬する民族である。食前には、ジャットクリーベ、パンがなくなりませんようにと祈り、肉は時にパンに従うものとさえ呼ばれ、かつて祝宴には皿のようにして使う厚切りのパンが列席者に配られた。パンくずを丁寧に集めて、 スープにするような、正しい行いをせず、パンクズを、テーブルから払いのけるような娘は、嫁のもらい手がなくなると言って叱られた。カーシャも食べられるが、塩漠と大麦、大麦とジャガイモのように、数種類の穀物と野菜を混ぜることが多く、牛乳を加えて煮込む。エストニア料理には大抵牛乳が加えられる。調理前のブラッドソーセージ肉のゼリーを背面に、豚肉が好まれ。 ついで羊肉が使われる。牛肉や、課金類はあまり食卓に上らない。ただし、子牛肉はご馳走と考えられている。リトアニア人がジビエを非常に好むことから、エストニアでもジビエが食べられるかと思われることもあるが、ジビエ料理はあまり好まれない。SLT という豚の頭などを煮こごりにしたものや、雑物を煮込んだ料理が多く。 臭みを消す高層の類もあまり使わないため、外国人には敬遠する人もいる。子牛肉や肝臓はご馳走であり、味を損なわないように少量の爪棚を絡めるように、しながら煮るというより火を通す。肉料理には、大抵孵化したジャガイモが付け合わせにつくが、付け合わせといっても主食であるジャガイモの方が肉よりも、多いことは、珍しくない。大麦の引き割りの入った、 ブラッドソーセージは国民食である。バルト海、フィンランド湾、リガ湾に面し、漁業が盛んな国家である。イワシ、ニシン、ヒラメ、スズキ、ウグイ、タラ、サケ、ウナギ、アナゴ、キンメダイなどが食べられ、淡水魚ではカマス、ワカサギ、マス、ザリガニなどが食べられる。燻製やホシウオに加工することも多い。近隣諸国では魚の匂いを消すために、 ニンニクやネギの仲間を大量に使う傾向にあるが、エストニアではほとんど使われず、魚の風味を引き立てる優しい香りのディルや甘い、ポロネギが好まれている。牛乳、冷メタナととろみ漬けの小麦粉、野菜を加えたスープ料理として調理することが多い。ラードや卵も加えられる。ジャガイモが料理の付け合わせとして使われる。キャベツ、ニンジン、エンドウ豆。 大豆、カブ、ネギなどがよく使われる。野菜の実を使った料理は少ないが、肉や魚料理に巧みに組み合わされている。キノコのスープも好まれている。果物では、コケモモが人気で、他のベリー類、リンゴ、ルバーブが後に続く。ルバーブは、厳密には野菜だが、デザートの材料として、果物に近い扱いを受けている。 甘みのある白樺の樹液や蜂蜜酒も飲まれていた。ありがとうございます。